皆さんこんにちは。非常識な業質集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは、悲しい記憶は行動で上書きをするということについてお伝えしてみたいと思います。もちろんですね、私も一応人間でございますので、悲しいことっていうのはあります。例えば、それがそうですね、例えば信じていた人に裏切られるとか、大切な人と別れることになるとか、その心ない、きつい言葉を人から言われるとか、そういうこともね、当然経験はします。人間なので、全て自分の味方ばっかりで、いい人ばっかりに全て 100% 囲まれているわけではないですよね。やっぱりいろんなシーンとかいろんなタイミングで出会う人がいたりとかすると、その時に悲しい気持ちになることとか辛い目に遭うこともあります。それも全て人生修行の一環になるのと、あとは本当にその人がどうのこうのっていうことではなくて、例えば自分の考え方でその人の行動の一面がそういうふうに見えたとか、いい意味でも悪い意味でもですよ。例えばもともとその人は本当は近寄ってはいけない人だったのに、うっかり近寄っていい人だと思って近寄って本性が見えちゃったみたいな時もあるかもしれないし、あとはその人が変わっていく、人って変わっていくものですから、その過程で自分と違う道を歩くってことになった時に、もしかしたら悲しい思いをすることとかもあるかもしれないんですよ。ただその時に、これもしかしたら失恋とかの考え方と似てるかもしれないんですけれども、その思い出に浸っている、要は記憶と思いと感情にずっと浸って、その場に動かない状態でいると、その先ってないんですよね、やっぱり。で、今回のテーマはね、悲しい記憶は行動で上書きをするっていうテーマなんで、まず動くっていうことですね。動くと、その思いとか記憶って行動の方がね、脳に刷り込まれが優先されて入っていくらしいんですよ。だからよく言うじゃないですか。恋とかって、女性は男性はフォルダーに分けてあるから、同時並行で昔の記憶とか昔の彼女とかっていうのを思い出せるらしいですけど、女性は上書き保存とかね、よく言われてますので、行動すると上書きされちゃうから悲しい記憶がなくなるぐらいの勢いになるので、失恋したら新しい恋をすればいいっていうのはよくよく言われる話でありますよね。これはね、恋に限らず、その悲しい記憶に浸るのではなくて、それはそれとして一つの経験ができたんだっていうことで、新しい経験をする、新しい冒険の旅に出ようということで動くことで、その記憶ってね、かなり薄くなってきます。今日はね、ちょっと恋の話とかがね出たんで、私も少なからずともね、失恋はしてますよ。そうするとやっぱりその時ってもがき苦しむんですけど、やっぱかなり動きますね、その時に。だから多分他の人よりは立ち直りが早いかもしれないですね。場合によっては新しい人をうまくね、タイミングよく見つかれば、その人と楽しければ過去のこととか忘れちゃうこととかもね、ありますからね。なかなか見つからない時にはちょっとね、年数引きずることとかもしあるかもしれませんけど、女性の場合にはそういう例えが分かりやすいかなと思ってね、お話をしてますが、ですので何か辛いこととかね、あった時は逆に行動してみる、動いてみる、アクティブに。そうするとまた出会いとかがあるじゃないですか。男女の出会いとかじゃなくても、新しい趣味の出会いとかね、そういうのもあると思うので、行動で上書きする、それをね、ちょっと辛くて悲しいことが起こった時には、そんな私の言葉を思い出していただければ幸いです。それでは